ビールいただきます。キャー、あー、昼めー、あー、どうもはじめです。こちらのマスクを見ていただければね、分かる人は分かると思います。そしてね、この並んでるこの子たち、そういうことです。あの企画の続きでございます。キキポテト選手権、ありがとうございます。というわけでですね、前回の、ね、キキバーガーに続き、今回はキキポテト、ポテトフライ選手権でございます。前回ね、7種類のねハンバーガーを見事に、ゴリゴリに外しました。はい、で、今回はね、もうポテトでリベンジ、アメリカでいうフレンチフライでですね、リベンジしたいと思います。今回ご用意したポテトたちをご紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら、カールスジュニア。今回中身紹介しません。僕中身見ないです。中身見ずとも当てれちゃうから、余裕、本当に余裕すぎる。この店の匂いで俺分かっちゃうから、食感プラスまあ匂い、余裕だね。ルールの方はですね、前回のキキバーガーと一緒で、食べて、あ、これカールスジュニアのポテトフレンチフライ、あ、これマックね、っていう風にね、バシバシ当てていくんで、そこら辺よろしくお願いします。前回で7種類だったんですけど、今回はね6種類に絞りましたと。ちょっと匂いだけ、匂いだけ嗅がしてください。すいません、匂いだけ、まずカールスジュニアね、あ、はい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 、カールスの匂いね、バーガーキング。なんかこの絵やばいな。なるほど、これがバーガーキングね。で、こちらウェンディーズ。ああ、なるほど、はいはいはい。で、マクドナルド。これマック主張してこないね。なるほど。で、ジャッキンダボックス。はい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 、なるほど。ケンタッキーフライドチキン。 OK です、 OK です。ただ僕ね、一つだけ、明らかに違うやつは知ってます。まあそれは外さないでしょう。はい、じゃあよろしくお願いします。シャオトムービーの前、いやー、余裕、余裕すぎる。ちょっとね、バーガーの時外したけど、まあまた見てる人つまんないかもしれないな。ポン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 当てちゃうから、ごめんね、なんか申し訳ない。つまんない試合になるとは思うけどね。ちょっとやってみますか。で、 OK、 一つ目のポテト、カモン、これですね。あ、今回ね、ちょっともうポテト冷えちゃったんですよね。ただね、やっぱね、冷えたポテトってのは哀愁があるよね。熱々のポテトはまあそれはうまいよ。だから冷えたポテトにポテンシャルがねあるわけ。まあそこも見ていきましょう。まずはこちらのポテト、ちょっとやっぱふやけてますね。はい、じゃあ匂いから。あー、なるほど。ちょっといただきます。待って、これちょ最初からごめんね、むずくない？ちょっとなんかオーバークックというか、やりすぎてる感じはあるけど、まあどこにでもあるポテトかな。仮でいきます。仮で1番目、ジャッキンダボックス。じゃあ2個目お願いします。あー、これは一緒ですね。一緒な感じですね。一緒か。あ、でもちょっとさっきより太いですね。こんな感じです。これは厳しい戦いだぞ。匂い。あれ？いただきます。さっきより若干太い。
これは見た方が良かったか、最初に。これさっきより美味しくないね。味一緒。ちょっと待って、これやばくない？冷えちゃってるね。あ、はい、これ若干太い感じ。これはカースジュニアです。聞こえてくる、ビモンビモンビモンっていう、俺が編集した後の効果音が聞こえてくる。3つ目お願いします。あ、すいません、すいません、これね、これはもう明らかでしょ。これすいません、はい、はい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 、すいません、これはねちょっとボーナスでした。うん、これ知ってる俺、どこのか。いいですか、こちらケンタッキーフライドチキンです。ピンポンピンポンピンポン、いいよもう効果音とか。4つ目お願いします。お、これはちょっと1個目のポテトとのは同じぐらいのサイズですね。ちょっとふやけてますね。うん、うん、いただきます。これはね、1番目のポテトがすげえうまかったわけ。すげえうまいっていうか、今4つ食った中で1番目のポテトが一番美味しかった。で、俺ね、あれが実、まあ、ジャッキンザボックスって言ったのが実はマクドナルドじゃないかなって思ってる。一旦仮にしとき、一旦まだ1番目はジャッキンザボックスに仮でしときます。これね、マックの可能性もあるから。で、これが、これウェンディーズです。4番目ウェンディーズ。じゃあ5つ目お願いします。また同じようなのが来たな。ちょっと待って、あ、でもこれはなんかちょっとふやけてない感じがするね。ちょっとなんかこうグンとこう張ってる感じね。うん、確かに味は違う。だからこれがバーガーキングです。これで6番目がマックではあるんですけど、私ね、やっぱ1番目がマクドナルドかなと思うわけですよ。で、ちょっとこれを食べてみて、ちょっと順番を変えていきたいと思います。いや、すいません、最後の、6番目のポテトお願いします。はい、あ、やっぱこう太いね。なんかこれマックじゃないわけよ。なるほどなるほどですね、なるほどですね。うん、あ、これ美味しいね。この味か。いや、ちょっと整理してもよろしいですか。まず一番最初に食べたポテト、これがマクドナルドです。2番目がカールスジュニア、3番目が、KFC ケンタッキーフライドチキン、4番目ウェンディーズで、5番目がバーガーキングでしたっけ。だから5番目をジャッキンザボックスです。で、これがバーガーキングです。はい、当たった。ごめんね、なんか今多分答えこうバーって出てると思うけど、なんか面白くなかったなってみんな言ってそう。なんか悪いな、動画的に面白くなくなってるかもしんない。まあ、こちらの方にちょっと答えを 1,2,3,4,5,6 順番にね、こう並べてください。お願いします。今ね、並んでおりますね、正解が。私の答えがマック
ク、カールス、ケンタッキーフライドチキン、ウェンディーズ、ジャッキン、バーガーキング。あれちょっと1番目の感覚がおかしかったな。スモール頼んだのにな。ちょっとね、あの目隠しを取る前に言わして、マックと KFC は自信がある。これはもう、これは間違いようがないと俺は思ってるね。ただこの1番目のマクドナルドが、この箱っていうのがね。はい、じゃあ早速、目隠し取ります。せーの、よいしょ。そんなはずはない。ちょっと待って。ああ、多分ね、目が今ね、ぼやけてるから。いきなり明るくなって。うん。あの、答え間違ったと思う、俺が。そうか。まあまあ、これはさすがに当たるよね。だってもう太さが違うもん。ね。これは当たった。これは当たったわけ。で、これも当たったんですね。え、マック、ここ?マック?嘘でしょ?だこれしか合ってないってこと?マック、カールス、ウェンディーズ、ジャッキンって言ったのか。これむずいって。これは本当にむずいって。ちょっとごめん。マクドナルド食べさせて。だってあのマックの味でしょ?冷えてるよね。これマックって言ったよね、これ。あれ、こっちの方が美味しい。マックのポテトは冷えても美味しい説ってあるじゃないですか。だからこの中で一番美味しかったのはこれなんですよ。あれ、カールスジュニアのポテトって太くなかったっけ。ちょっと太いと思ってたけど一緒なのね、細さ。あ、そう、バーガーキングとカールスがちょっと太いと思ってたんだけど、やっぱこれバーガーキングが太かったね。いやー、そうか、これがウェンディーですね。うん、これ美味しくなかったの。いや、これね、うん、だからね、この2つがね、飛び抜けて美味しくない。そうかな、これもね、ちょっと美味しかった気がするんだよね、5番目。多分、視覚でね、マックって認識したから、なんかマクドナルドのポテトの味がするような気がするけど、これは分からん。もうあれだわ、もうポテト、ポテトのサイズでしか認識してなかった。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. よかったらグッドボタン。当てろよ、もう。やめちまえって人はね。言っちゃってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回、この企画ね、やりたいと思うんで、よろしかったら、お楽しみにしておいてください。それではね、次の動画を見てください。ありがとうございます。バイバイ。